はい、どうもこんにちは、しぶキッチンです。今日はですね、ご家庭で簡単に作れる鶏もも肉を使ったケバブですね。クリスマスのパーティーなんかにいろんな食材並べて、みんなでこう好きなものを挟んで食べていただくっていうのは非常におすすめなケバブですね。今日はそちらを作っていきたいと思います。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは早速作っていきましょう。この方がケバブっぽさが出ていいですよね。はい、それでは材料紹介まずはしていきたいと思います。まずは今日はこういった市販のピタパンですね、使っていきます。ちょっとここから作りたかったんですけど、ここからやってしまうとかなりこう時間のかかる動画になってしまうので、今日は市販のピタパン使っていきます。で、今日は鶏もも肉ですね、だいたい 500g ぐらいあります。それからオリーブオイル、牛乳とプレーンヨーグルト、それからホッカレモン、レモン果汁ですね。で、ここのスパイス類がオレガノ、チリパウダー、それからコリアンダーにクミンですねと、こちらパプリカパウダー。結構いろいろあるんですけど、せっかく作るのであれば美味しいケバブにしたいので、こういったスパイス類いろいろ用意してみてください。それと黒胡椒で塩、ニンニクですね、ニンニクで、今日はこのピタパンに入れていく野菜が玉ねぎ、トマト、きゅうりですね、それからパセリで、以前の動画で余っていた今日はこの柚子の皮ですね、使っていきたいと思います。それからこういった葉物ですね、レタス使っていきます。以上の材料を使って、今日は家庭で作れるクリスマスのパーティーなんかにもおすすめなケバブですね、ワインとの相性も抜群なケバブ、こちらを作っていきたいと思います。そしたらまずは今日は鶏もも肉ですね、皮ですね、皮は今日は使わないので剥がしていきたいと思います。剥がした皮は、別な料理に使ってください。こんな感じにこう皮を剥いで、これ余分な油ですね、もう、気になる方は取っていってください。鶏の皮を剥がしたらボウルにまずはヨーグルトですね、プレーンヨーグルト入れます。で、次にスパイス類ですね、パプリカパウダー、次にクミンパウダーですね、次にコリアンダーですね、チリパウダーですね、で最後にオレガノ加えたら、こちらはよーく混ぜておきます。この皮を剥いだ鶏ももにはそれから黒胡椒ですね、両面で味をなじませておきます。それから黒胡椒。そしたら先ほど作ったマリネソースですねに鶏をつけていきます。で、鶏ももにこう全体にしっかりとこのスパイスが入ったこのマリネソースをなじませたら、この状態で冷蔵庫で最低2時間ぐらいですね、マリネしていきたいと思います。もし前日にできる方いたら、前日から漬け込んでおくとこう味がかなり馴染んでより美味しくなるのでおすすめですね。失礼しました、ちょっと忘れてたんですけど、こちらレモン果汁ですね、加えてなかったので加えます。それからニンニク、すりおろしですね、レモンの皮ではなく、ちょっと以前の動画で余っていた今日は柚子の皮ですね、加えて少しこう柑橘の香りをつけていきたいと思います。そしたらもう一度しっかりと混ぜて、全体になじませて、この状態で冷蔵庫で2時間ほどマリネしていきたいと思います。はい、そしたらマリネしている間にケバブに最後にかけていくアイオリソースですね、作っていきたいと思います。まずはボウルにマヨネーズですね、もうこれ簡単なアイオリソースなので、マヨネーズと、それからニンニク、それとここに牛乳ですね、少し加えます。そしたらしっかりと混ぜて、これで簡単なアイオリソースですね、ケバブの仕上げにかけるアイオリソース、これは完成ですね。そしたらケバブに最後にこう一緒にこう加えていただく野菜ですね、作っていきたいと思います。レタス類の葉っぱはもう水にさらして水切っていただくだけで大丈夫なんですけど、きゅうりは水洗いして四角く切っていきたいと思います。こういった感じに縦に4等分ぐらいでいいと思うんですけど、こんな感じに切って、でこれをこんな感じの角切りにしていきます。でこのきゅうりはとか、まあこういった容器に入れたら、ここにここにコリアンダーパウダーですね、少し加えて、コリアンダー風味のこのきゅうりにしていきます。ケバブに加えるこのきゅうりは完成ですね。さらにこの玉ねぎは皮を剥いてスライスして水にさらしていきたいと思います。はい、こういったザルボウル用意して、スライスした玉ねぎを水にさらしていきます。はい、肉のマリネが完了したら、こちらは今日はお手軽に作れるようにフライパンで焼いていきたいと思います。そしたらフライパン用意して、まずは火にかけていきます。それからこういったバットを用意して、鶏ももですねを取り除いていきます。はい、フライパンがだいぶ温まってきたら、オリーブオイルを垂らして、そしたらこれ鶏ももを焼いていきます。この出てきた水分は時々捨てながらですね、鶏を焼いていきます。焼けてきたら返して、でこれだけだと独特の香ばしさっていうのがやっぱ足りないので、こういったバーナーを使って表面ですね、ちょっと炙っていきます。そしたら今度はまた反転して反対側も焼いていきます。肉が焼けたらバットなどにあげていきます。はい、そしたら仕上げに最後にもう一度だけ表面を炙って、香ばしさを直前でさらに加えていきます。はい、これでこのケバブのこの肉ですねは完成ですね。肉をつけていたこのソースですね、これもこのままだと生肉つけてたんで使えないので、仕上げの焼いた肉に上からかけていきたいと思います。はい、しっかりと火が入ったら肉にかけていきます。はい、そしたらこのピタパンですね、市販のピタパン、これ半分で切れるようにこう切れ目入ってるので切って、これはトースターでちょっと表面を焼いていきます。鶏肉ですね、これをこうちょっとこうそぐような感じに切っていきます。この方がケバブっぽさが出ていいですよね。まず中に少しだけ、もうお好みに詰めていけばいいかなと思うんですけど、肉でこういった刃物を入れて、コリアンダーと塩で味付けしたきゅうりですね、から水にさらした玉ねぎ、トマトですね入れて、でさらに肉をのせます。でここでお好みでこのあいゆりですねを上からかけたら、これでケバブ完成ですね。それでは食べていきましょう。ではいただきます。今日はフライパンでお手軽に作れるケバブですね、クリスマスのパーティーメニューとして食べていただくのもすごくいいかなと思います。ではいただきます。ちゃ美味しいですね。うん。うん。コリアンダーきゅうりもこう爽やかないいアクセントになって美味しいです。今日はフライパンでお手軽に作れる家庭向けなこうケバブなんですけど、味は本格的で、仕上げに肉をこうバーナーで炙ったのが香ばしさが増してめちゃくちゃ最高ですね。ワインとも相性いいですし、パーティーメニューとしてすごく活躍するレシピになっていますので、ぜひ動画を参考に作ってみてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次の動画でまた会いましょう。バイバイ。